冬型の気圧配置が続いている今日24日は、午後になっても北海道の広い範囲や東北の山沿いで断続的に雪が降っています。明日25日にかけてもさらに積雪は増加する予想です。雪が積もった地域では路面凍結にも注意をしてください。北海道の日本海側や内陸部、東北の山沿いは午後も雪が降り続いています。15時の時点で最も多くの雪が積もっている北海道幌加内町朱鞠内は積雪79センチ。午前中に比べると積雪の増加ペースは少し落ち着いてきました。明日25日は西から上空の気圧の谷が近づいてくる影響で、再び雨雲、雪雲が発達しやすくなる見込みです。一時的に雪が強まり、短い時間で積雪が急増する恐れがありますので注意が必要です。真冬に比べると気温が高く0度に近いため、各地とも湿った雪になっています。最大で30センチの雪が積もった北海道小樽市は15時の気温が0度を上回りました。気温の上昇や車の走行などによって雪の表面が溶けたところで、夜になり気温が下がると凍結します。真冬の雪道よりも滑りやすい状況となります。積雪がそれほど多くないところはシャーベット状になったり、デコボコの状態で凍結するところもある見込みです。車で移動する場合は雪道に慣れている方も油断をせず、慎重に運転をするようにしてください。スマートフォンアプリウェザーニュースからも最新のお天気情報をご覧いただけますので、ぜひお役立てください。